森若咲子は読売テレビのアナウンサー。詳細は基礎情報を参照。大分県立大分舞鶴高等学校を経て立教大学へ進学。大学時代にはミス立教に選ばれた。大学卒業後の2000年にアナウンサーとして読売テレビへ入社。入社後は関西ローカル平日早朝の情報番組やズームイン。 スーパー関西ローカルパートのキャスターなどを経て、情報ライブミヤネアの全国ネット番組化を機に、同番組のアシスタントを務めた。また、チーム2011には、結成時から読売テレビ代表として参加。2006年8月5日放送の関西テレビ、南保で南保には、地上デジタルテレビ放送の PR を兼ねて、他の在反民放テレビ局のメンバーと共に出演した。 ただし、宮根や屋への出演後は、同番組で共演している、大田良平や、同僚の上村直美に、大使の職務を任せることが多かった。2005年12月には、月金の企画で、大平三郎や川藤光蔵らと共に、ホノルルマラソンに出場、見事完走した。2007年2月26日の、ズームイン、スーパー関西ローカルパート内で、 読売テレビ社員との結婚を報告。3月3日に婚姻届を出し、5月28日に結婚式、披露宴を行ったが、現在も森若稼いでアナウンサーを続けている。2011年3月10日に妊娠6ヶ月であることが報道された。同年4月から産休に入り、6月に女児を出産した。ただし、4月23日に、 開催の映画、阪急電車片道15部の奇跡の関西、先行上映初日舞台挨拶では、ユート部代表として、毛利八郎と共に司会を担当。その模様が、関西テレビの特別番組、映画、阪急電車片道15部の奇跡豪華キャスト、星ロ異性放送スペシャル、で、生中継された。ちなみに、森若は、大田と共に、 同作品の本編にもワンシーンだけ出演している。2012年6月1日付でアナウンサーとして職場復帰。復帰後はナレーションを中心に活動している。2013年4月から1年間、ウェイクアップ。プラスのキャスターとしてミヤネ屋交番以来2年ぶりに全国ネットの番組にレギュラー出演した。2015年7月10日付のブログで 第二子妊娠に伴う産休に入ることが発表された2017年3月27日付でアナウンサーとして職場復帰ありがとうございます。